RWD-15、RWD-15、RWD-15 RW RW は1937年にポーランドの RWD 社で開発された5人乗りの軽飛行機である。3人乗りの軽飛行機として1935年に初飛行した RWD-13 の設計をもとに機体を大型化し座席数を増やしたものである。RWD-15 は ワルシャワの DWL 工場において RWD チームのスタニスローリガルスキーによって設計された。設計としては1932年の RWD-6、1934年の RWD-9 をベースに1935年に開発された RWD-13 の発展型のような位置づけでこれらと似た構造を持っていた。 最初の試作機は1937年の春に飛行した。試作機は RWD-13 の長所である操縦士、安さ、安定性を維持していた。RWD-15 は機体の大型化により RWD-13 の約1.5倍程度の重量となっていが、エンジンをイギリスのデハビランド製ジプシー6シに換装したことにより、エンジン出力も 1> 約1.5倍となっている。1939年に RWD-15 の量産機として5機が製造された。同じ年にポーランド空軍から連絡機として運用するために10機の RWD-15 の発注があったが、これはドイツによるポーランド侵攻により実現しなかった。同様に RWD-15 の 救急搬送機型及び写真偵察機型が計画されていたが、こちらも実現していない。RWD-15 はポーランドの民間航空会社で使用されたほか、1機は大統領府で使用された。また別の1機は後部座席部分を燃料搭載スペースに改造し、長距離型として準軍事航空組織ラップで運用された。 この機体はオーストラリアまで飛行するというデモンストレーションの計画があったが、1939年のドイツによるチェコ併合などにより中止されている。ドイツによるポーランド侵攻の際には、2機の RWD-15 がルーマニアに逃れた。第二次世界大戦が始まり、ポーランドがドイツに占領された際、2機の RWD-15 がルーマニアに逃れた。 これらはルーマニア国内で機体記号をそれぞれイヤー、ファン、イヤーティットにそれぞれ変更して民間航空会社で使用された。ルーマニアが数軸国側について第二次世界大戦に参戦すると RWD-15 はルーマニア空軍で連絡機として使用された。RWD-15 の最初に作られた試作機は1939年に イギリスイニ民党治療パレスチナのユダヤ人勢力に売却され、機体機構を VQPI に変更されて、航空会社アビロンカンパニーで、ハガナーの航空兵の訓練に使用された。1945年頃からは、ロット空港とテルアビブ市内、あるいはエジプト間の連絡機としてアビロン及びハガナーの精鋭部隊パルマッハの航空中隊パルアビアにより運用された。 1947年末にパルアビアが拡張され、アビロンやその他の飛行クラブと合流してシェルートアビアとなった際、この RWD-15 は修理中であったため、ロット空港内に行きされ、翌1948年4月にアラブ人勢力の攻撃により燃やされてしまった。1939年のニューヨーク、バンコク博覧会に、 RWD-13 と共に RWD-15 が送られ、対戦勃発後にそのままアメリカに売却されてアメリカ国内で使用されたとする資料がある。しかしながら RWD-13 とは異なり RWD-15 がアメリカ国内で使用されたことを裏付ける資料は見つかっていない。ありがとうございます。